ライトカバー新品あれ、うわ、きれいカバーだけでも全然違うな新品ですね2万ぐらいですよねでも片側1万5000円でえ、そんなすんだそうですだから両側3万円ですねまだ値段上がる前に買ったんですけどああ結構外装も直したんですかなんか今回は透過系と足回りだけです透過系はい、ヘッドライトとか全部 LED にしてたんであれあ、これもトングと、はい、ヘッドライトと あとハイビームまで全部ポジションキットも入ってポジションキットも入ってますねあとは車高調入れたぐらいでやっぱりバレの方がいいバレの方がいいですね、やっぱり動かないのがいいですよね、あの車高がなんかで完全にあの上がったり下がったりもともとなんかこうなったんですよ、そこやっぱそういうのが嫌で、斜めってんの怪しい、この宇都宮の888じゃ結構怪しい雰囲気出してる今時効しかしたら調子悪くてちょっと暗いそうだから次は車検の時直しますああフロントは直したんですけどなんかリアなんか薄暗かったりなんかもうなんか怪しげな感じで出てるだからオーナーが怪しいんだからちょっとあなんか甘い匂いするあなんか方向性ってぶら下げてるんで今日クロと行ったんですよ今日ですか今日仕上がってさっき7時ぐらいまでリアシートバラバラになっててじゃあ本当に厳正調整ずっとやってたんです走り回って行ってきまーすこちらあれメーカーなんでしょう RSR のスーパーアイスねあれ高いやつだ結構ね新品が30何万そんなするんですかですねだから中古品3万5000円で買ってそかそれをオーバーホールしたんですようーんはいかもしれないオーバーホールとかって送るじゃないですか送りますいくらぐらい変わるんですか基本料金は9万9000円なんですよ、うん、プリロードが固着しちゃっててあそれをバラすのに追っかけちゃってあの中不織で、はいはい、なんで結構シェルケースごと全部新品になっちゃってあ3本じゃ結構かかったのか14万ぐらいですねけどまあ3万5000円で買って14万円がオーバーホールなんでまあまあいいかなとつけたばっかなんでとりあえずまだ乗り心地とかはちょっとまだ跳ねます減衰は固めにしたんですよ減衰はフロントが10、うん、リアが7、うん、で40段階なんでわあ細けやな、はい、しばらくかかるかもねしばらくだからとりあえず1回あれですねあのメーカーから20段階分できたんですよで車さんがそれつけて乗ったら乗れなくて硬くてで10に落として前後10で乗って、うんうん、そんでももうちょっとかなっつってリアをもうちょっと下げたんですけどあとはバネが馴染んでくるまで普通に乗っててっつって実はヘッドライトを交換するにあライトカラバリするにあたって、はい、もう一つ実はヘッドライトここでしたんですよ何が AFS がここでしたんですあ嘘右側が安定しなくてなんでかなっつって、うん、カラバリしたら分かったっすこの車一回カラバリされてるんですよ前のオーナーの時あそうなんだその車屋さんが下手くそで、うん、ピンとか全部おっかえしたんですあだから作動が起こしパカ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 こう動いちゃってて結局ユニット交換になっちゃって中古のユニット買ってきてモーターだけ入れ替えてやり直しになったから片方で4回やったっすだから、結局ダメであの1回やったんですけど、うん、もうユニットが壊れちゃってのが後で気がついた部品となんだかんだ全部入れて35万ぐらいですかね今回持ってますねいやもうカツカツっすよ車検で構造変更して、うん、とりあえず完了っていう形ですかね、うん今のところめちゃくちゃ快適っすね本当ですか、うん、今暫定車高なんで多分下がってきちゃうとまた上げるようになるんで、うんうん、一応車屋さんには最低地上高10センチ取っといてくれって言われて言ったんで言ったんだ言いましたあのうち道悪くて9センチだと肌吸っちゃうんですよ、はい、だからいつも10センチ取るんですよ最低地上高ちょっと悪い道でもこんな感じで全然大丈夫っすね大丈夫っすかね、うん、やっぱ吸収いいっすねやっぱりいいっすよね足は、うん、悪いだいぶ良くなったっすね車屋さんが預かった時はもう跳ねちゃって跳ねちゃって走りたくなっちゃったんですけどでちょっと調整してでもう一回調整車屋さん戻ってリアシート外さないと調整できないんですよそう あれついてないんだついてないんですよだからリアシート全部一回バラしてそのまま荷物だけ積んで走ってでも街乗りだったらこのぐらいの方がそうですねうんもうちょっとやばくしようかと思ったんですけど例えばやばくしたと高速道路が今度そうそうそう腰砕けになっちゃうとあれだなと思って高速と街乗りのねいいとこをちょっと選ばないといいとこが難しくてこれこのぐらいなのかなちょっとここで様子見ようって感じで、うん、
ゃないですか。全然。また高速走った時にね、ジョーカーっていうのが、ね、アライメント取ってね。明日高速乗ろうかなと思って。ああ、ちょっと違うかもしれない。はい、ありがとうございました。いや、乗り心地いいっすよ。どうですか、どうだ、どうすか、いい感じで。いい感じっすよね。うん、跳ねることもなくさ、ふわふわもしないで。乗り心地いいでしょ。これいいっすね。すごいいいっすね。スーパーにはいいっすね。いい、いい、いい。RS の中で多分いいんじゃないですか。いいね。ちょっとベッドから行く。あ、でもあれか。レストアス、でもレストアスでも安いっすよね。15で3万5000円で買ってて、レストアスで15、新品買うより、もうトークが止まんないからね、木村氏の。レジェンド木村。セルシオの鬼みたいになったから。Thank you.